こんにちは。発見を収めヘルマット丸山です。今日はですね、ロストエイジの動画を出したいところなんですけども、ちょっとまだ終わってません。すいません。結構長くなっちゃってね、27分ぐらいあって、ちょっともうちょっと短くしたいのと、テロップとか入れたいのとで、まだ終わってません。すいません。ということで、ちょっと順番前後しちゃうんですけど、今日は、ウエストサイドストーリーを初見レビューです。やってみたいと思います。2日目の土曜日ですね、の、渋谷の東宝シネマズで見てきました。結構ね、まあ、空いてましたね。なんか意外と3連休真ん中で、まあ、最後の回だったんですけど、19時ぐらいからの回だったんですけど、まあ意外と空いてたなっていう感想ですね。皆さんご存知、スピルバーグ最新作となったのも見に行くでしょうねえって感じですよ。レディープレイヤー1がね、めちゃめちゃ好きで、もうありますけど、レディープレイヤー1がめちゃめちゃ好きで、でもうこれはもう何回も見てますというところです。まあ他にも、まあ普通にプライベートライアンとか、マイノリティリポート、宇宙戦争、シンドラのリストとかね、まあ、有名どころは見てます。他の監督より多分見てます。まあ、普通に好きな監督です。で、まあ今回ですよ。ウエストサイドストーリーね。ちょっと、最初のやつ、ウエストサイド物語。はちょっと見てないというか、見てない、ちゃんと見てないで、あんま覚えてないんですけどっていうところの感じの状態で見ました。まあ、主演はアンセル・エルゴートと、ベイビードライバーですねの方がやってましたと。なんか見てみたら結構スピルバーグ顔の子ですね。あの人はすごい、いるいるっていう感じ、スピルバーグ映画いるいるっていう感じの顔をしてましたね。よかったです。で、まあなんといってもね、この映画はね、撮影の映画でしたね。もうすごかったですね、撮影が。ヤヌス・カミンスキーの撮影と。まあ、前作、レディープレイヤー1がね、結構、まあ、フル CG のシーンがだいぶ多かったんで、まあ、それでも、主人公がいる、トラクターというか、瓦礫の中のあの部屋ね、とか、やっぱめっちゃ照明仕込んでて、ストリークも出ててワクワクするような、セットになってたんですけど、もうそう、なんでしょう、もうほぼ実写、てかフル実写だよね、多分ね、ウエストサイドストーリーは。なんで、もうすごい、もう撮影が光りまくる、素晴らしい撮影です。と、照明の数が異常でした。照明がすごいです、今回ね、特に。撮影の中でも照明がすごいというところです。もう1カット目からいきなり長回しとなってると。あれもまたどう撮ってるんだっていうところですね。瓦礫がこう、まあ、俯瞰型と撮ってると。で、まあこう離れて上がっていくと、フェンスが映ると。フェンスのシーン、またあのなんか動きの感じもちょっと市民権っぽさをちょっと感じたりしながらも。こう上がっていくと、まだ上がっていくと、で俯瞰になってバー走っていくと、どんだけ移動するんだってところですね。あれはね、なんだろう、なんか車に乗せてるのがすごいですね。はい。で、まあバーってきて、バンって開いて出てきて、でまだ全然喋らないですね。もう全然喋らない、最初の方で、まあ、出てきて集まってくると、で踊んのかなみたいな、なんかこういうやつとかやったりしながらもまだ踊らない、もうすごいじらしプレイでしたね、あそこはね。もうじらしてじらして、で、やっと踊るのかなと思ったら、ペンギンパパパってやってたりとか、いうところがあると。で、やっと歌うと思ったら、多分最初は、あれかな、ジェッツ?シャークスだったか?最初はシャークスが歌うと。もう最初歌うっていうところで、やっぱこの映画はね、シャークスのメッセージ性が強いですね、だいぶね。移民問題だったり、人種差別、あとまあ、アメリカ批判だったりというところがだいぶ出てましたね。一曲目にあれが歌われるっていう点を見てもそういう感じがしますね。まあ、なんといってもストリークが
今回ふんだんに使われてるというところですね。ストリークって何なんだっていう話ですね。まあ、ちょっとやってみましょうか。照明ですね、こう当ててみましょう。まあ、普通こうこんな感じで出ると思うんですけど、ストリークエフェクトを足すとバンと、まあ、こういう感じで横に線が、光の線が出るという演出というかエフェクトですね。これをものすごいやってると。これ昔ね、J.J. エイブラムスが、スタートレックだね、2作目、ベネディクト・カンバーバッチが出てるやつで、公開ちょっとした後のインタビューで、なんかストリークやりすぎたなってちょっと後悔してたらしいんですけど、まあ、ストリークがありますと、ちょっとやりすぎるとあれになっちゃうんですけど、まあ、今回はね、だいぶまあいい感じに、まあそんな強すぎず、でもずっとどっかに入ってるみたいな感じで、ストリークをだいぶ使ってましたね。はい。と、あと、撮影で言うと、煽りの絵がすごい多かったです、今回。特に何でしょう。まあジェッツとシャークスの、まあリーダーが出てるあたり、あの辺かな、リフと、ベルナルドか。あの二人が出てるシーンは、だいたい煽りの絵がね、すごい多いですね。で特にあの2人でこう対面してるときね、そこはね、特に煽りの絵が多いと。まあ、こう撮ってる、下から撮るってですね、まあ、強そうに見せたい、タフに見せたいっていうのが、絵に表れてるのかなっていう感じです。まあ、あとダンスシーンもね、煽りの絵がね、まあ、結構多いですね。やっぱダイナミックに見えるしね、煽りで撮るとね。っていうところで、カメラの位置がだいぶ低いというところです。で、まあセットですよね。セットがすげえでかい。もう豪華。もう本当にでかいっすね。なんだろう、マリアの家の団地というか、団地みたいな。この字型になったセット。あれはね、めちゃめちゃでかいセット使ってますね。超絶でかいです。まあ豪華。すごく豪華なセットでした。また撮影の話に戻ります。長回しもすごい多いですね、この映画。まあダンス見せるっていうのもあるし、あとまあ前作との、まあ、差別化もできますね。長回しというか、まあ、ワークをいっぱいつけることによって、差別化もできるというところで、長回しと大胆なワーク、まあこれはまあスピルバーグお箱みたいな、ヤヌス・カミンスキーお箱みたいなところもありますが、ワークがものすごい大胆でケレン味があって、大きい動きがすごい多いですというところです。あとね、もうまあミュージカルだからっていうのもあるけど、もうずっとカメラが動いてるか人が動いてるか両方動いてるかなんですよ。もうずっと、もうだからね、もう本当にね、あっという間です。すぐ終わっちゃいます、この映画。もう後半のある部分以降はちょっとね、そういうのが抑えられて、あえてまあ演出として抑えられてるんですけど、まあ前半の方ですね、まあ、3分の2ぐらいはね、ずっと動いてますね。なんでも楽しい。見てて楽しいと。もうワクワクしますね。ひたすらワクワクする映像ですね。ダンスパーティーかな。あのシーンがね、もうすごいです。いきなりね、ダンスホールというか体育館か。体育館に入るところでもう、バン開きます。ぐーんと、カメラが動くと。あれはどうやって撮ってるんだ？本当にわからん。すごいですね、あのワークはこうぐーっと、まあ、全体見せる、まあ普通全体見せる絵だったら、まあほーってこうなってここを見せるみたいな感じにすると思うんですけど、といくと、これまたすげえ撮影です。でもここのね、ダンスパーティーのところね、照明の数がね、すごいですね。すごく使ってます。なんでストリークもいっぱい出ててね、画面の密度がね、すごいですね。では画面の密度で言うとね、レディープレイヤー1をフル CG ですけど、これと同じぐらいの画面の密度がね、あると思いますね、これね。違ったベクトルの画面の密度っていうところですね。で、まあ、ここのダンスパーティーはね、もう踊りの動きもね、見ててもね、もう情報量がものすごいですね。まあ、チークダンスみたいに、こう、内側、外側、こう、回って、決まった人とやれみたいな。で、ここで、ジェッツとシャークス、交互になっちゃうんですね。ここパッて変えて、パッ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 ってなって、もうどうなってんのかね、ちょっと一瞬わかんない。早すぎてね、わかんない。すごいっすね、あそこもね。で、まあ、ここで、そうね、ここで、色彩もね、
すごくいいですね。まあこの映画通してね、色がすごい綺麗なんですけど、ちゃんと衣装もね、ものすごい統一されてますね。ジェッツの方はみんな水色というか青色で統一されてます。でシャークスの方は、赤と、まあ、黄色、まああっちの方はねそんな統一されてないですよね、色は。赤黄色、まあ暖色で統一されてるという感じで、だからなんだろう、やっぱねシャークスの映画なんだなって思うんですよね。その多様性がちょっとあるんですよね、シャークスの方が。ジェッツはもうゴリゴリ水色タフ白人みたいなところです。一方シャークスは、まあ、白人も黒人もいると。で色も、まあ、そんな厳しくない感じで統一されてる、まあ、やっぱ多様性があるというのを示してますね。衣装でも示してます。観客席の裏のシーンだな、あそこだ、あそこがね、だ2人の出会いのシーンだね。あそこがまたねうまいですね、本当に。目が合うと、で2人こう対極線、対角線上に来ると、でここを撮ってると、でまあバー動いてると、でまたこう行って観客席の裏に行くと、うわー、うまいですね。そう、なんといっても、あそこの、こうあった時のね、照明の数ですよ。見切れる照明の数ですよ。隙間から見切れてくると、ストリークもめちゃめちゃ入ってると。ここがもうたまらない撮影でございますと。たまりません。もう声出ちゃうよね、劇場ね。くーっつって声出ちゃうぐらい気持ちいいシーンですね。で、声をかけられると、なんだろう、バックヤードがまたもう一回映ると、後ろ観客席の後ろもう一回映ると、そうするとねすげえ汚いですよね。二人の世界が描かれてた、二人の目線が描かれてたんだなっていうのが分かるんですね、あそこでね。しかもちょっと汚い観客席の裏見せるのも一カット二カットぐらいかで、別にそんななんか仰々しく見せないんですよね、さらっと見せるんだよね。あそこがまたいいですよね、なんか押し付けがましくなくていいですね。そう、またすみません、また撮影に戻るんですけど、色の統一ね、色の統一もねものすごくしてますね、この映画ね。カラコレですね、まあ、グレーディングというやつですね。ジェッツのシーンはもうね色もね青っぽいですね、青をちょっと足してますね、多分ね冷たい色をしてるシーンが多いです。でジェッツの方はちょっと暖色系、黄色っぽい感じをちょっと入れてるかなっていう印象ですね。で、まあアメリカのシーンか、アメリカってとこ、あれのとことかね、もう建物もレンガだし暖色っぽい感じ意識してて、で昼間だとというところで、まあ色、まあ衣装も、統一されてるという感じがありました。ちょっと話戻って、ダンスパーティーの途中でリーダー連中がねトイレ行きますね。でまたトイレでもね、また煽りのショットなんですね。またここで煽りが出てきたという感じなんですけど、リフが汗を拭うシーン、ここだけちょっとねアイレベルに近づくんですよね、カメラの位置が。やっぱちょっとねタフネスじゃない、素が見えるシーンなんで、汗拭いてふうみたいな、終わったぜみたいなところで、ちょっと素が出てるんで、リフのなんで、カメラの位置、カメラのレベルも高くなって、素が見えるようにカメラワークもちょっと計算して、ちょっと変えてるという感じがしました。トイレのシーン、なんといってもトゥナイトですよね、この映画。トゥナイトですよ。はい、まあここね、確か多分あれ一緒、ほぼ一緒だったと思うんですけど、元とより、なんかマリアがなんか囚われた姫みたいな感じに見えるっすね。途中までずっと2人を隔てる遮蔽物がずっとあるからね、そこがね、まあそれも多分意識してますよね、絶対遮蔽物を入れて2人を描くというか、あのシーン描くっていうことは絶対意識してますよね。交われない2人というか、分断された2人っていうのを演出するのに、あの遮蔽物は絶対あると。ただ途中で取っ払われるんですね、ついにこう何もない状態で会うと、取っ払われて会うっていうところですね。でここがね、それがなくなってこう抱き合ってゼロ距離で2人がいるだけでちょっと感動しますよね。それだけで心
心が動く。やっぱね、そんだけでうまく見せるスピルバーグですよ。もう映画うますぎおじさんですよ、本当にすごすぎますよ。でその後、まあ、警察署のシーンもね良かったですね。警察署内だけでいろんなシチュエーションの面白さがあります。あそこ、あそこにあるものだけ、ベンチ、あと上着とか帽子とかね、あれだけで、シチュエーションを何パターンも作ってみせると。あれはねすごいアイディアてんこ盛り、素晴らしい、楽しい。まあ対法というか、結構ハードな歌の内容なんですけど、まあシーンが楽しいというところですね。まあ随所であと出てくるね、まあつなぎのうまさですね、スピルバーグの。なんだろう、まあ、最初のあの歌とかあったじゃないですか、ジェッツの歌が、ジェッツの歌が終わって瓦礫の上でわーってなって、ペンキをポンって投げると、そうしたらトニーの手のパンってペンキ持ってる手に変わる、場面の切り替えのうまさ。あと、ベルナルドとアニータが、子供の話をしてたら、団地かなんか外の絵に変わって子供がいっぱいいる絵に変わると、このねつなぎのうまさ、場面転換のうまさ、これがねもういとも簡単にやってきますね、スピルバーグ。これ結構ね難しいですよ、多分脚本の段階で考えてるのか分かんないですけど、結構ね難しいですよやろうとしたら、これねもうスッとやってきます、こういうの。決闘のシーンですよ。まあそこ入ってくとこもねもうたまらないですよね、あの伸びる影、両サイドから伸びてくる影、あれがまたすごいですね。あんなによく思いつくなと。もうだからやっぱ照明なんですよね、またあれも。もうどんだけでかい照明をあの影の裏に置いてんだ、何個置いてんだっていうね。もう撮影にめちゃめちゃ命をかけてますこの映画ね、本当にっていうところですね。で警察が入ってくるところも影で見えると、まあそこがすごい好きなカットですね、あの伸びてる影はかっこいい。決闘以降はもう、まあそれまでね決闘のシーンもね音楽バンバン流れてて、まあしかもねちょっとね緊張感ある音楽っていうよりかはねちょっと楽しげな感じなんですよね。なんで、ライドしちゃってるんですよ、観客も乗ってるというところで。それ以降、音楽というか、大胆なミュージカルシーンがないですね。もう一転してシリアスなシーンが続いていくというところです。で、あそこもねだから決闘シーンすらもう楽しんでいたと、僕たちもね、観客もジェッツとシャークスのメンバーもあったと思うんですが、そういうのは。ですがそれ以降は、音楽もなくシリアスに描くことによって、まあ僕たちも共犯者だと、観客も共犯者だと、見えるような演出というか、まあ、巻き込んでいくという演出がありましたね。すごいライド感ですね、やっぱそう考えるとね、それ以降も、はい。あと検視室ですね、あそこもうアニータさん アリアナ・デヴォースか、アリアナ・デヴォースのあの目の演技がね素晴らしいですね。目のまぶた、まばたきの回数か、まばたきの回数と目の泳ぎで動揺をものすごい表してると。で最初リフの遺体がこうパッて出るんで、そこのリフが出た時でもちょっと安心もね目で見えるんですよね。あそこすごい演技でしたね。てかアリアナ・デヴォースさんがね、ずっと良かったです。喜怒哀楽全部出てる、演技でしたね、この一作通してすごかった。あとベルナルドとアニータの部屋、あの部屋でのアニータと、マリアの2人のシーンもすごい。マリアの気持ちも分かるんだけど、自分はベルナルドを殺されてると、でもマリアを、背中を後押しするというところですね。そこがねもう葛藤が見える素晴らしい演技でしたね、最高でした。でまあ最後、まあもう、もう最悪の状態になると、もう最悪です、はい、もう最悪でした、あれはもう、はい。でまあ
マリアの悲痛な叫びがありまして、でエンドクレジットに行きますと。エンドクレジットでもね、またねこれ影が動いてるんですね。わーっと動いてスピルバーグパーって出ると。まあ、あれもね、まあそれでも朝が来るということなのかなと思いましてね。トレインスポッティング2の話しちゃうんですけど、あれもエンドクレジットで、ビルがバーンバーンバーンってこうやって最後のビルだけバーン壊れてからスッと戻ると、スクラップ&ビルドなんだっていうことをエンドクレジットで語ってるというシーンがあったんですが、まあそれにも似たような、メッセージが、あのエンドクレジットの頭の方にも込められてたかなと、思いました。それでも朝が来ると、夜は明けるというところです。であると同時にですよ、やっぱこの映画は照明の映画なのかなっていう、あれ光の動きっていうところ、影の動き光の動きっていうことで、照明の映画なのかなというのを改めて思うような映画でしたです。といった感じでございます。まあ、初見感想こんなところです。このステージの動画はちょっと頑張って、今月中に上げたいと思っています。面白い映画がちょっと本当毎週のように上がってきちゃうんで全然追いつけないです。ちょっとこっからちょっと忙しいんでね、自分のペースでまたやっていこうかなと思います。よかったら高評価コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまたお願いします。